班長、何馴染んでんすか。ジタバタしたって仕方がねえだろ。あもうどうなってんのよ。いや、陽子ちゃん、さっきからあっちに行ったと思ったらまたこっちから出てきてるんだけど。え、わかった。怪獣のせいでここは嵐の四次元空間になってるのかも。つまり正代幾何学の応用だね。この数値にイツキーの有限性定理を当てはめて。ってすっげえ、マジか。ちょっとゆか、何が分かったの。基地の中は今特殊な次元軸の中にある。この空間は各個人の脳と直接リンクしていて、頭の中でイメージした場所や空間につながるようになってる。つまり無意識に考えたことも影響してる。例えばヨーコ、あなたがさっきからキングジョーに乗れないのは深層心理でキングジョーに乗りたくないってちょっとでも思ってるからじゃない。そんな。逆に言えばこの空間にいる間は自由に時間や場所、次元を超えることもできるのかもしれない。まあ強くイメージさえできればね。ああもう。どうした、生もの苦手か。ああもうどうしたらいいんだ。ハルキ、わかった。この現象は外の怪獣のせいで起きてる。深層心理が影響していて時間も空間も歪んでるみたい。ひょっとして俺が時間を巻き戻して何回も食べたいって思ったから。ストレイシ本部前に怪獣出現。強く念じれば次元を超えて自分が本当に行きたいと望んでいる場所に行けるはず。私先にキング城で出撃してるから、あんたも早くウィンドウで来て。先輩、おーっす。おーし、出撃するぞ。一番行きたい場所、行きたい場所、行きたい場所。え、ここは。大丈夫大丈夫。すいません。父さん。はい。あ、いや、なんでもないです。ここってまさか。あのボール。ああ、すいません。ありがとうございます。あのこの町の消防士の方ですよね。聞きたいことがあるんです。もしもし誰かを守ろうとした時にその行動が同時に別の誰かを傷つけてしまったり、守れないって分かったらどうしますか。なんて言えばいいのかな。守りたい人を全員守れるわけじゃない。助けるために手を伸ばそうにも手の長さには限界がありますしね。だから手が届く範囲で自分の信じる正義を、守ると決めた人を全力で守る、それが使命だと思ってます。手の届く範囲。そのせいで傷つけてしまったり、守ることができなかった人のことは僕は絶対に忘れません。偉そうなこと言ってますけど、僕なんてまだまだなんですけどね。そうですか。あ、そうですよね。失礼ですけど、どっかで会ったことありましたっけ。父さん。アルキ、ちょっと待ってろ。俺、あ、握手いいですか。は、
ハルキ。父さん。ペラニウム誘導弾発射。